この街、この人。今回は、高浜町で、似顔絵師をされてます淳子さんにインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの絶景が見えます、琴城の立田さんにて、撮影をさせていただいております。今年の3月に移住してきたんですけれども、京都から来まして、コロナの影響で、某テーマパークとかあちこちで帰ってたんですが、ちょっとイベントがなくなりまして、それで、旦那さんの親族が高浜に7年前に移住したこともあって、年に2、3回はこちらに遊びに来てまして、昔からご縁があったんですけど、今年3月から本格的にこちらに来て、そうですね、8年ぐらい前じゃないかな、初年度初めて挑戦した時は、似顔絵でお客様を応援するみたいな、似顔絵でみんなを元気にしたいみたいなテーマで、ちょっとまあ若かったのでチアガールの格好をして出まして、新しいでその時は、4位をいただきまして、で、あ、なんかこう楽しさに目覚めてしまいまして、そのお祭りみたいな雰囲気とお客様にこう投票していただいたりする選手権、そういう感じですね。で、2年目はちょっとなんか妊娠中かなんかに出場したので、ちょっと6位に下がりまして、今、まあ、すごくちょっと悔しい思いをしまして、それでもすごいけど、はい、でもこのままちょっとだらだらぼちぼちしててももうあかんと思って、その大会終わってすぐ来年は優勝するっていう目標を立てまして、すごい。それでもうそこから私のこう戦いが始まりまして、まあ弱みと強みをこう分析して、そのペースをお店みたいな感じでもうこうプロデュースするような感じなんですよ。じゃあもうきちんと対策もされて、そうですね、そして結果は有言実行することが3年目に世界選手権にも出られたと。ああ、そうですね。やっぱり大好きなことを仕事にしたので、何でもこう見てみたい、実際自分の目で見てみたい、挑戦したいという気持ちが強くて、で、もうまあちょっと海外なので右も左もわからないまま、アメリカに行って。で自分が出たい種目にエントリーしていって、その時間にその会場に行くような形だったんですね。結果はどうなりますか？スピード部門っていうのがありまして、で5分で何人かをかけるそうなんですか5分で、だからもう用意スタートってなって、もうなんていうか、もう絵というかみたいな、簡単に、ね、特徴だけを描いて、でネクストって言ったら次のお客様、アーティストさんがこう座ってくれて描けたネクストって言ったらリストリゲームかのように、チェンジチェンジチェンジって描いていくという部門で、スピード部門、スピード部門っていう部門で3位をいただいて、すごい、世界3位。そうですね。ちなみに、はい、なんで淳子さんなんですか？あ、それはですね、淳子っていう本名がありまして、で子供の頃からのあだ名なんですね。なるほど。で、高校ぐらいの時の友達が、その時からもうイラストレーターになるって言ってたので、純子って言ってもよくいるから誰かわからへんと、だからもうあだ名のままの
チュンコで行ったらどうやって言ってくれて、なるほど、はい、それで あだ名なんです。あだ名がペンネームになったっていう感じ。絵を見てこう人を元気づけられたり喜んでもらえたりすることが私にとっても喜びなので、今まで通り、うん、お一人お一人大切に書かせていただくことはもちろんなんですけれども、ちょっと今までにしたことがないような種類にもちょっと挑戦したいっていう気持ちもありまして、一度すぐここから5分ぐらいのところにある街中交流館っていうところの横のシャッターに絵を描くという仕事を開いてすぐさせていただきまして、大きいそのキャンバスに描く喜びと楽しさに目覚めまして。なるほど。はい、ですので壁とかなんかちょっとこう倉庫とか、なんかこう老朽化したところにアートを施して、ちょっとなんかこう街のスポットになるようなところが作っていけたら嬉しいかな。あともう一つありまして、はい、絵本の制作するということが子どもの頃からの夢で、ぼちぼち周りのお友達、子供のお友達とかを描いたり、たまたま隣の家に住んでた方が絵本を描いてる、絵本 の文字のストーリーの方を描かれたりとかして、コラボして描かせてもらったり、紙芝居とかは描かせてもらったことあったんですけど、出版に至ったことがなくて、ずっとそれが一つの夢だったんですけど、こちらに来てすぐ福井 SDGs 女子部の方たちと知り合いまして、でそこで SDGs の絵本を出せることになったんですよ。あ、決まったんですか。ちょうど決まりまして、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ちょうど間もなく制作に取り掛かるところなんです。純子さんが感じるこの街って何ですか。10前からやっぱりこう高浜町に遊びに来ることがすごく楽しみというか、癒される時間だったんですね。やっぱりこの広がる空と海がものすごく綺麗で、自分の心がこう浄化されていくような、そんな感覚があったので、これが今移住して毎日触れられる状況にあるので、やっぱりもう全然その気持ちが違うと言いますか、こう癒されながら、自然に癒されながら自分のしたいことも今までよりもすごく速いスピードで叶っていってるような気がします。夢を叶えていけるような、この街この人、イラストレーターの純子さんにインタビューさせていただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。